シンニーさん、Vポイントでコツコツ投資。成長投資枠、投資信託推移。2024年9月30日のポジションです。含み益は先月より少し上がりました。儲かっている順のリストをこれから流します。最後までご視聴ありがとうございました。また見に来てください。またね。